Peggy 16. リオレウス、今回リファイン、過去からも出てるんですけど、リオレウスに関しては、今回サウンドデザインとしても、リファインしてまして、そこでその羽の音っていうのもやっぱりそのフォーリーで撮った方がいいんじゃないかっていうのがありまして、その傘を使ってそのリオレウスの羽音を表現したりとかしてますね。で、まあよく壊れるので忘れ物傘を利用したりとかっていうのをさせてもらってたりします。久しぶりに据え置き機で開発するということになって、我々本当にゲーマーなので、他の据え置き機のタイトルっていうのをたくさん遊んできました。で、僕たちも、そういうチャレンジをしたいという思いはずっとあったので、ここに投入されているチームというのは、モンスターハンターシリーズを作ったことある人も結構いましたけど、他のチームから据え置き機を経験している人たちというのもたくさん入ってきて、それぞれの人たちっていうのがかなりこう、お互いのプライドを持ってというか、据え置き機をやってた人たちは最先端の技術を持ち込んでくれますし、モンスターハンターを作ってた人たちは細かい職人的な作り込みというのを昔からしてましたので、その部分というのが、最初はちょっと相入れないところもあったんですけど、時間が経ってどんどんこう、物ができて融合してくると本当にこう、力になっていいものというのは作ることができました。他社のトリプルAタイトルには絶対負けないという気持ちは、マルチプレイタイトルでこれだけのグラフィックを出したりこれだけのオブジェクトを出しているタイトルは他にはないだろうという意気込みで、作ってこれたと思ってます。今回もちろん、こういう技術が上がってきたこと、 CG の表現力が上がってきたことで、こういう武器とかにもすごくいろんな表現を入れることができて、鉄ならより鉄らしくとか、その鉄の中でもこういろんな光り方をするので、そういった表現の違いであったり、革はより革らしくとか、こうファーの表現であったり、そういったものが、これ武器だけじゃなくてもそういった質感をすごく、表現できるようになったので、そのよりその武器がそこに存在しているかのようにデザインすることができたので、据え置き機になって、表現できる幅が増えたので、薄いパーツの光の透け具合とか、質感の違い、同じ真っ黒い部分でもザラザラしててあまり光が当たらないところからツルツルしててすごく光るパーツのこの真っ黒の中でも使い分けとか、そういうところを、見てほしいです。今回は、久々に携帯機じゃなくて、テレビで、表示されることになったので、細かいところまでよく見えるようになったので、例えば動く場所の根元にちゃんと金属で留め具があって、そこに蝶つがいがあって動くとか、細かい部分まで、デザインを凝ってやったので、そのあたりを楽しんでもらえるとありがたいです。今回そのモンスターハンターワールドではその音の純度というか、その音の距離感であったりとか、距離感ですね、近い音遠い音っていうので記号性を持たせてみようかなっていう挑戦はしていますね。大体モンスターとかの音っていうのをその距離的に少し遠い見た感じの位置に配置してあげることで、そのプレイヤーとか実際このホーリーステージで撮った近めの音っていうのが普通の音としては純度が高い普通の音なんですけど、それがここのレイヤーの違いによって記号的に聞こえたりとかっていうのを今回は挑戦してますね。なので近い音、ミドルレンジ、ハイレンジのその遠い音っていうので、そのレイヤー構成することでよりそのヘッドホンでもスピーカーでもサウンド聞いてもらった時に、大体モンスターどこにいるのかなとか、自分が今どういうことしてるかっていうのが伝わりやすいようなサウンドデザインを意識してます。今までずっとこのモンスターハンターっていうゲームはですね、やっぱりモンスターですね、っていうのがすごくやっぱキャラクター性も強いでですね、すごくモンスターたちにこだわって制作してきてます。で、そのモンスターたちらがですね、本当に今回いろんな生態系を表現できてますので、本当に見ていただきたいという部分はそういう部分があるんですけど、
もちろん大型のモンスターもそうなんですけど、小型のモンスターであったりとかですね、環境生物っていうものが今回いるんですけど、そいつらもですね、様々な生態を持った行動をしたりとかもするので、そういうところもしっかり注目していただくと、よりこの本当にモンスターハンターの世界っていうのも、全ての生物がいろんな思考を持って生態系を持ってその場所に生活してるんだっていうのを見ていただけると思います。モンスターハンターワールドではそのオーナーからそのあくまでそのゲームの中の世界、この空気感を表現してくれっていうオーダーがやっぱり一番最初にあったので、そのじゃあ環境をいかにその自然に、まずそのベースとなるベースノイズの部分ですよね、ベースノイズの部分をいかにこの自然にそこの空間を表現するかっていうのにまず注力させてもらってて、でそのじゃあどうやったら表現できるのかなっていうので、その日本では沖縄の方に収録行かせてもらったりとか、インドネシア そのボルネオ島に行って、その実際の森、そのすっごい生物がいる中でどれぐらい その森の反響であったりとか、その空気感っていうのを実際その生の音を収録することで、でそれをその実際ゲームに入れることで、そのモンスターハンターワールドの世界で本当にその森の中の空気感っていうのが表現できているんじゃないかなと思います。モンスターハンターワールド その生態系の、主みたいなやつっていうのは、かなりこうフィールドの奥地に生息しているんですけども、これは僕がチリのですね、パイネ国立公園というところに取材旅行に行った時に、山の山頂を指してですね、見ろあそこはコンドルの巣だって言うんですね。でやっぱ生態系の主っていうのはやっぱすごくこう人間が到達できないようなこうすごく奥地のところに生息しているっていうのが、実感としても分かりましたんで、奥地にいるっていうのはゲームデザイン上もすごく意味があって、プレイヤーがこう、テント建てれる場所とかいうのは周辺というか、開けたところの奥地と離れた場所なので、強いモンスターにいきなりこう、襲いかかられることがないようなレベル設計にも結果的になったんで、生態的なところ的にもゲームレベル設計によっても、すごくこう意味があるものになったなと思います。